Hey, good morning, guys. I'm Omega. Omega! 皆さんおはようございます。オメガでございます。ということで、レイクタホに向かおうと思っておるんですが、今日はちょっと簡単な日で、イージーデーなんで、この後がっつり登ります。まあ、あんまりハイキングっていうよりは、まあ、レイクなんで、まあ、日本で言うと琵琶湖みたいなもんですよね。なんで、まあ、多分カヤックレンタルして、ちょっとカヤックやってみたりとか。カヤック行かないから。アドベンチャーパークみたいなやつがあるので、いや、今日空いてないんですよ。Let's do it! Woo!Okay, let's hit the road from Carson City to Lake Tahoe. We're going to South Lake Tahoe. Woo! All right, I just parked the car and went to the restroom real quick. Oh, that's the view we have right now. Woo! Ah, 超気持ちいい。朝ですって感じ。太陽おはよう。Lake Tahoe おはよう。いや、いい感じ。めっちゃ癒されるわ。ちょっとあなた、あなた何しに来たん？今車戻ってきて、もう帰ってきたんかい。ちょっといろいろ調べてたら、カヤックとかそういうの全然なくて、でアドベンチャーパーク見たんですけど、週末しか空いてない的な。今日マンデー無理。説明しよう。 This year 2021 it's worst summer in California because of COVID-19 wildfire and drought. Of course in Lake Tahoe area it has colder fire and local business just opened a few days ago. So no kayak, no good.And then I'm going to go up the Mount Talek. Mount Talek is one of the best mountain around this area, Lake Tahoe. You can see the whole thing of the Lake Tahoe from the top of the mountain. You know what I mean? So that's gonna be the great view. Ooh, let's do it. 結局山に登るの私。Okay, I'm ready for hike. Let's go. Ooh, 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 Mount Talek.Mount Talek Trailhead. Okay, Mount Talek Trail 行きましょう。まず森の中を抜けてレイクを2個越えます。2個目のレイクがカセドラルレイクです。その後スイッチバックで峠を越えて、そこからぐるーっと回りながら登っていって、最終的にトップにアプローチします。トップからのレイクタホの景色やばいです。ピストンスタイル、アウトバックスタイルで、全長往復で 10.5 マイル、16.9 キロ、エレベーションゲインが3274フィート、約1000メートルです。Woo, let's do it. Whew. I think that's the fallen leaf lake. And over there, Lake Tahoe. And Mount Talek is not that one. I'm so sorry, it was Mount Talek. I got breaded shrimp. Yeah, ebi fry, ebi fry.なんかリスが松ぼっくり食べるとあんな感じになるらしいっすよ。 Yeah, British shrimp on the trail. Woo! Ooh, we got first lake. I don't know the name is. めっちゃ綺麗。 Look at that reflection. トレイルはちょっと石ゴロってしてるけどまだ歩きやすいです。 Cathedral Lake. That way. Let's go. Wow.This is gorgeous. I think this is a cathedral lake. This is Fallen Leaf Lake and Lake Tahoe. Woo! We're still go up like that. これ一人でやってるからやばいやつだよね、マジで。All right. Whew. The rocky switchback part done. Yeah. Check this out. Woo.
休憩中です。お水とトレイルミックス自分で選んでます。今回はクランベリー、ウォーナー、ドライバナナ。一回アーモンドミルクゴリ飲みして派手にアレルギーが出て Oh my god ってなったので自分で選びました。So going that way, go up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 , something like that. じゃあ行きましょう。Final push. いやー、いや最初の方はね、小石がいっぱいでまだ良かったんですけど、どん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 大きくなってきて、これ足踏み外して、あの足首グイッやりそうになるんで気をつけてくださいね。もう最後の方なんか取れるのかよくわかんねえみたいな感じになっちゃって、でも楽しいし景色が綺麗なの。イエーイ。いやー、レイクタウン一望できます。いやー超綺麗。両手広げちゃう広げちゃう。Alright, woo! I feel so good right now. めっちゃいい感じ。いやーでもそれにしてもね、この一望できる感じ最高。じゃあちょっと休憩して、写真とか撮りつつ帰りたいと思います。Woo! しゃ、何これ？キノコ。めっちゃでかいんだけど。ほら、ほら、マジで、マジで、マジで。いやーキノコだと思ったんで。ちょっと魔が差したっていうか。でかくね。何これ、えぐ。おし、おし、おし、おしり。すごくね。オーマイガー。オーバイ。パーキング帰ってきました。 I'm back to my car. Yeah. オーバイ、I need soda. OK. お疲れシーティース。あー、うまっ。まあ、そんな感じでトレイルアウトにします。っていうか今日朝からあんま飯食ってなくて超お腹減っちゃったんで、ちょっとディナーには早いんですけど立ち止まっちゃいます。ちょっとお腹減ったんで先にあのご飯食べに来ました。ここ行ってみようと思います。なんかそういうビール系のお店なんですけど、もちろん今ビール飲まないんですが、グリルもあるみたいなんでちょっと行ってみたいと思います。コールダーファイヤーっていうこのレイクタホの周りのやつの関係で、あのここのお店オープンしたの4日5日ぐらい前らしくて、で一応ここ酒造所っていうのビール作ってるところなんだけど、で一緒にレストランもやってるって感じなんだけど、今あるのがスタウトしかないって言って缶はね、で生だったらあるんだけど、まあ、もちろん俺今運転してるし飲まないんで、缶をせっかくなんで記念に買おうかなと思っております。風やばい。ふぅ、I got fried chicken sandwich and sweet potato fries. Woo! めっちゃアメリカンって感じするわ。この感じどうやって食い切れっていうの。はい、ということで、Let's eat ボラパーティーいただきます。ふうふうふう、イエーイ。まあ、とりあえずね、目の前にあるで一旦ね、一旦この網目のやつ好き。うん。めっちゃうまい。Oh my god! これあのシナモンシュガー入ってるわ。まあ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 、イエーイ。めっちゃうまい。なんかさ、ハンバーガーってさ、何今食ってんなんかさ、あのハンバーガーってさ完全にふざけてますやん。はい、食べきれなかったのは2号で持って帰りましょう。で、あとここの地ビール。 It was great. Now I'm heading to Sand Harbor. Sand Harbor is Nevada side of Lake Tahoe and it's my favorite spot for sunset. Woo! Sand Harbor 来ました。めっちゃ綺麗。この夕日の景色マジで大好き。今年は去年から続くコロナや山火事、干ばつの被害があって、今日もうまくスケジュールが回らず、まあ言ってみれば今回の旅行もずっとちゃんと回ってなかったんだけど、逆にそのランダムなことが新しい出会いにつながったりして、すごい毎日毎日一瞬一瞬をいろいろなものに感謝しながら生きていけたなって思っています。日常の中にある非日常を忘れないように、こういう旅行に行くとそういうことにフォーカスできるから、身の回りにある自然や太陽や川や海、そして大地、いろんなものに感謝して今日も一日生きることができました。ありがとう太陽。じゃあね。明日は1000 Island Lake っていう
自分の好きなところで、そこが JMT ジョンミュアトレイルと PCT パシフィッククレストレイルっていうところの、ちょうど分岐のところで、むちゃくちゃいいところです。ただし遠いですということで、朝から夜が明ける前から行きたいと思いますので、今日は早く帰って準備して寝ようかなという感じでございます。ということで、いいと思ったらグッド評価、チャンネル登録もありがとうございます。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。 See ya!